年齢を重ねる美化は武器となるメイクアップレデューサーの翔子です。はい、皆さん、こんにちは。はい、今回、アイメイク片和法しかしてないんですけども、今回は秋に近づいてきてますので、秋の新色いっぱい出てると思います。でも、今年のね、秋、モスグリーンを買っておくといいかなと思っております。結構ね、いろんなね、ブランドさんから出てるんですけども、今回私はランコムさんの方の、この、じゃん。ちょっと大人っぽい感じの、この色ですね。はい、イプのパレット、17番ブロンズアプソリューっていう色はい、こちらの方どうですか。すごいね、色味がめっちゃ大人っぽいんですけども、こんな感じになってるんですが、よいしょ、結構ね、はっきりした色なんですよね。はい、こんな感じの色でございます。はい、今日やっていきたいと思うんですけど、今日ね、いつものアイメイクな感じじゃないでしょう。結構ね、しっかりめに入ってます。で、目がね、ちょっとやっぱりこうまぶたが垂れてくる場合はこちらのね、2番目の色、茶色の部分です。これもはっきりした色ガツッと出てきますので、このね、この下のアンダーラインの線上に置いていきたいんですよ。アイラインを入れるっていうよりは目を引き上げて見せたいので、斜めにね、ちょっとこのずっと入れてください。こんな感じです。で、ここに入れていただいて、今日はね、がっちり入れていきます。で、そこからよいしょ、真ん中にこのグリーンを、真ん中の部分に、入れていきます。今日はダイナミックに入れております。こんな感じ。はい、で、そこからね、筆、何もね、ついてない筆でいいんですけども、こうね、中に向かってぼかしていってください。で、どんどん広げていきます。で、そうすると今度このゴールドの色、一番端っこのこの色、このね、目頭から外側の部分に大きく入れていきます。眉の下のところまでね、ちょっと大きく入れていきます。で、そうしましたら指でよくね、なじませていきます。じゃあ、こう広げるっていうよりは中にぼかしていきます。目が結構くぼんじゃってる方いらっしゃいますよね。くぼみメイク教えてくださいって、よくね、コメントに書かれてるんですけど、くぼんでる目の方、こういうメイクしてあげると結構かっこいいです。外人の方がよくやってるでしょ。グリーンもう少し足します。で、ここから2番目のこの色ですね、2番目の色を目の下の部分にぼかしていきます。で、そこからちょっと濃い色ですね、この濃い色をちょっとアイラインっぽく入れていきます。ビューラーですね。マスカラ、茶色です。よりね、深い感じにしたければ、黒でもいいんですけど、黒塗っちゃうと本当に、ね、強い感じになってしまうと思うので、ブラックに近いブラウンぐらいでいいと思う。丁寧につけていく感じです。今年のやっぱり秋って、今までよりはどちらかというとこう、アイメイクの色合いだったりとか、結構ね、がっちり色が出てくるものが結構多く出てるので、楽しんでみてください。でね、最初にね、ガツッとつけておいて、ね、指でなじませたりとか、ついてない筆でなじませたりして、徐々にね、深みを出していく感じすると、一気にね、秋感、ものすごくおしゃれな感じになってきます。
どうです、モスグリーンな感じ。ちょっと最初はね、色がちょっと怖いかもしれないんですけども、頑張ってチャレンジしてみてもいいかなと思います。はい、チークはこちらの方はサナエクセルポーラティックブラッシュ、アプリコットジャムっていう色です。これはね、何回もね出てきてると思うんですけど、なじませてあげて、今日はねちょっとパウダリーのね感じのファンデーションを使ってるので、どちらかというとツヤ感っていうよりはマットな感じについてます、私の肌ね。なのでちょっとこちらの方のExcuse Me ミゼルエディシアグロースティックのハイライトの01の色になります。で少しねツヤ感をこの辺でちょっと出しときます。はい、こちらの方はケイトです。ケイトのねパーソナルリップクリームね07の色になります。はい、すごくね血色が綺麗で、どちらかというとこう肌に馴染むような色で、すごく綺麗じゃないですか。はい、なのでここがねちょっと華やかにねしっかりこの色たちがついているので、リップと、ね、チークの方は血色をよくということでつけてみました。はい、どうですかね、ちょっとこう黒のね本当にただの T シャツなんですけども、それにちょっとねシンプルにね、ゴールドのピアスして、ここだけ少しねいつもよりしっかりしたアイメイクをしてあげるっていうだけで、一気に秋感が出てきませんか。はい、皆さん今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。本当にねいろんなねブランドさんが今やはりねこういうモスグリーン系のね色をたくさん出てるので、皆さんねモスグリーンをちょっとチェックしてみたりとか、多分ねモスグリーンってなかなかね使いづらいって言って兄弟の中ね調べたらもしかしたら合っちゃうかもしれないので、もし合ったらこういう使い方をしてみてください。はい、またね9月になるといろんなブランドさんからお声をかけていただいてゲスト出演をする予定です。はい、また詳しい情報は皆さん概要欄に書いてある LINE の方に、お友達になっておくと、いろいろ皆さんに、お得な情報を発信しておりますので、ぜひお友達になってください。今日はアイメイクを、していきましたけども、皆さん夏とは違うアイメイク、今からちょっと練習してみてください。では一緒に綺麗になっていきましょうね。ではまた次の動画でお会いしましょう。